中島、ヤクルトを破壊。行きかけた。これをリアルタイムで見たいんですよね。中島勝負強さは異次元なんよ。今年最大級の補強に成功したな。あと5年は代打の神様で頼む。厳しい球はファールで粘って、甘い球を完璧に捉える中島はさすがとしか言えない。神だよ。彼が代打でいてくれる安心感がやばい。5次要素しかなくていきそう。これが僕たちの期待していた立浪ドラゴンズ。本当に中島は、素晴らしすぎる活躍をしてくれたんだよ。ガチで代打の神様。もしかして、今年のドラゴンズ強いのでは？アツシは興奮してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。